ちは。こんにちは。豊さん、はい、今日ちょっとスポーツ紙もそうですけどニュースで見てびっくりした、はい、まあ、ネットニュースもね、はい、ニュースが入ってきまして、まあ、数多くね上がってるけども、はい、元広島のピッチャーで野球解説でもおなじみ、はい、北別府学さんが成人T細胞白血病を患って今後骨髄移植を行う予定であるということを所属事務所が、はい、発表したんですよ ね。で、まあ、実は2年前の検査で北別府さんの成人 T 細胞白血病と診断されて月に1度の検診で経過観察をしてきたそうなんですけれども、まあ、去年11月の検診から急に、まあ、病状が悪化されて、でここに来てまず骨髄移植を行うという運びになったと。あ、そうですね、はい、びっくりしました。まあ、テレビでね、はい、テレビ出演の時に自分でちょっと発表して、はい、まあ、闘病生活に入りますということで、はい、まあ、ちょっと画面から消えますけどもね、うん、まあ、北別府さんってよく対戦しましたよ。あ、そうですね、豊さん、うん、もう本当にしょっちゅうやってたっていう対戦、うん、どんなピッチャー、やっぱりもうコントロールが抜群で、はい、もう針の穴を通すようなコントロールで、外の出し入れ、内の出し入れとか、ストライク取ったらもうちょっと微妙に変えてコースを投げてくるという、非常にコントロールが良くてキレのいいピッチャーだったよね。で、キレプラス今でいうそのカットボールみたいな、スライダーが特徴のピッチャーで、20勝した時なんかはもう本当に打ちに行ったらそこからキュッと曲がるのね、全部詰まらされたという印象があって、うん、このピッチャーを打つにはどうしたらいいだろうっていう一つの悩みになった時期があって、はい、でやっぱ江川さんとともに、江川さんは速い球をいかに打つかっていう研究もしたし、はい、この北別府さんなんていうのはコントロールがいいからどうやって そこを打っていくのかっていう、まあ、特にインサイドだったけど北別府さんの場合はね、はい、だけどなんか病に倒れると、うん、なんかやっぱ俺の一つ上の先輩だから、はい、だからすごくなんか身近に感じるよね。そうですよね、うん、私も近いし一緒に戦ってきたっていう私の時代を、まあ、そうですね、ありますもんね。もう広島を語るのに、はい、ピッチャー部門で言えばやっぱ北別府さんっていうのは絶対外せない人だしね、はい、うん、でまあマウンド上でのあの気の強さ、あ、はい、それともうすごい冷静なピッチャーだったんだよね、うん、で、まあ、達川さんともやり合いながら、はい、敵がこっちにいるのに、はい、味方同士でいや違うお前の考え違う俺の考えの方が合ってるみたいなことがなんかマウンド上で分かるようなピッチャーだったんだよね。だからクレーバーだったし、はい、だからその気の強さとかいろいろ考えると、うん、まあ、病気には負けないだろうなっていうふうには思うしね。そうですよね、うん、ご本人のコメントでそのカープの日本一を見届けるために必ず自分も復活しますと、うん、あとお孫さんに野球を教えなければならないのでっていう話、うん、おっしゃってたのもやっぱりこう野球という一つに離れても、うん、ずっとやっぱり野球に携わっていたり、関わっていたいというすごい気持ちの表れですよね。だから目標がある人はやっぱこう長生きするとか、はい、まあ、そういうことが言われる時があるんだけどもね、はい、だけど、まあ、そうやって、まあ、カープのこととか、はい、お孫さんのこととか、うん、まあ、いろんなことを考えると、はい、まあ、必ず病気に勝って、うん、戻ってきてくれるというふうに、まあ、信じたいし、そうね、まあ、それが多分俺は絶対できる人だと信じてるしね、うん、気の強さとか、うん、っていうところからですね、うん、だから皆さんもやっぱこうそういう思いでね、はい、応援してほしいなというふうに思うんですが、うん、はい、北別府さんって YouTube をやられてたんだよね、はい、で俺もたまにこう見たりとかもするんだけども、はい、なんかここ1ヶ月ぐらい更新がなかったのね、うん、で更新がないから、はい、どうしたのかな、やめちゃったのかなとか思うんだけど、思ってたのね、はい、でもこういうことだったということで、うん、ただそのコメント欄にやっぱ応援メッセージとかね、う
うん、まあ、いろんなことをこう乗せていってほしいなと思うし、そうですね、ね、まあ、そうやったらあの北別府さんはおそらく見てくれると思うんでね、うん、本当に力になると思うんですよ。そうですね、うん、だから、うちのチャンネルの概要欄に北別府さんの YouTube チャンネルの貼っとくんで、リンク先を貼っとくんでね、はい、ぜひ応援メッセージをね、はい、投稿してくれれば、そうですね、必ず力になると思うし、そうですね、うん、まあ、応援したいですよね。そうですね、あとやっぱりこれを見た広島の選手の皆さんもやっぱりこう一丸となって北別府さんのためにっていう思いにもなって、それが届くといいなという北別府さんに、まあ、もう一筋でしょうね、広島はそうですよね、で宮崎の出身の方かな、はい、宮崎の出身の方で広島にね、鹿児島ですかね、あ、そうですね、で宮崎の高校だよね、宮古の城だよね、うん、はい、その時に対戦した人が松田さんっていたのね、中央大学に、はい、俺の一つ先輩でね、で北別府さんっていうのはそのカープに入ってすぐ出てきたんだよ、やっぱコントロールがいいから、はい、でそれでやっぱ俺もプロに行きたいから、その松田さんっていう人に、松田さん北別府さんと決勝でやってるんだよね、宮崎の大会で、でどうだったですかって言ったら、いや俺はその人もいいピッチャーだったんだけど、俺もコントロールには自信あったけど、あいつほどコントロールがいいやつは見たことがないって、もう本当に精密機械だって言ってたよね。そうなんですね、で野村さんが一時期言ってたのが、最近のピッチャーはコントロールが悪くなったと、でリードのしがいがないと、サイン出してもそこに投げれないんじゃそのリードが生きない、だけどまあ最近では北別府がそれができる唯一のピッチャーかなって、はい、あの野村さんがあのコントロールを認めたやっぱ人だったんだよね。そのぐらい精密機器のようにズバッとそこに来る、うん、そのぐらいの選手投手だったんですね、だから動画内でも、はい、北別府さんの動画内でも、はい、コントロールの付け方っていう動画をアップされてるんだよね、はい、うん、だからそういうのをまだまだその野球をね、はい、続けていってる人なんかは、はい、すごく参考になると思うし、はい、まあ、ぜひチャンネルも含めてね、はい、北別府さんをちょっと応援してほしいなっていうふうに思いますよ。そうですよね、なんか印象ある北別府さん、私はやっぱりクールだなっていうイメージですかね、あの時代で北別府さんもそうですし、あと川口さんもいたりとか、でもなんかこうクールで、実は私他局なんですけど J スポーツでゲストで来ていただいたことがあって、すごく例えばあんまり笑わない方なのかなと思ったら、すごく穏やかで、うん、ブログも面白いブログ僕やってるんだよねっていうのも話されてたり、あ、実はすごくこんな穏やかで、うん、すごく和やかな方なんだなって思った私は印象があるんですけれども、うん、まあ、投稿の中にね、北さんって武骨で、はい、なんかいつもおとなしい人かなと思ったら、うん、はい、ブログを見たら全然印象が変わりましたとか、まあそういうコメントもたくさんあるんだよね。あ、やっぱりそうですか。そうそうそう、まあ人となりを知る上で、すごくYouTube だに、なんていうの、そのブログ、はい、まあ、それはすごくいいですよね、楽しいと思いますしね、まあその中でもいろんなコメントをね、はい、まあ、書いてほしいなと思いますね。そうですよね、だから北別府さんがさ、うん、俺なんかがこうタイム取って打席外すじゃない、って言うんだよ。あ、マウンテンさんだったんですか。なんだこいつみたいな、もうそのぐらい強気だったからね。で俺が打席入るとさ、北別府さんが逆に間を空けるの、すぐ投げてこないの。あ、お返しというか、もうお返しというか、うん、老人パック取って、はい、プレートを変わって吐きながら足で、うん、お前のタイミングにはさせないぞ、お前のタイミングには絶対投げねえよみたいな感じの人だったんだ。やっぱ強気というか、だからまあ強気だったし、駆け引きはできるし、コントロールはいいし、うん、まあ素晴らしいピッチャーだったよね。そうですね、うん、ぜひ回復されて元気な姿をもう一度見せてほしいですね。まあ、いろんな人がおそらく注目してるしね、はい、同じ病気の人とか、そうですね、だから勇気と希望を与えてほしいと思います、はい、だから必ず復活してくれるというふうに信じて、はい、ね、私たちも待ちましょうね、はい、まあ、我々も応援してますので、はい、まあ、見てる方もね、はい、応援してほしいというふうに思います、はい、よろしくお願いします。